演武開演。どうも、本日はちょっと怖いものを言ってみたいと思います。本日やるのはこちら、 USJ の匠ビーンズです。これいろんな YouTuber さんが食べてるのを見たことはあるんですけど、なんだか怖いな。結構悶絶されている方とか多いんですよね。これどこから来るんだろうか。さあ、どんな味なのかな。おお、中身はこんな感じですね。カラフルで色とりどりなんだけど、この中にヤバいのが入ってたりするっていうのが YouTuber さんのリアクションで伝わってきました。では覚悟を決めまして、覚悟を決めてるのになんで開ける場所わかんないんだ。香りとかはあんまりないです、では、いただきます。あれ？意外にこれは…この匠ビーンズは当たりだったのかな？って思うような味もいくつかはありましたが、ほとんどは美味しいソーダ含みのジェリービーンズ。以前食べたカスガイ製菓のソーダグミと非常によく似てますね。ちょっとシュワーっときて、もうもちろん中にはイヤってやるのもありましたが、全体的に美味しく食べることができましたので、こちらの点数とさせていただきます。まだ他にも種類あるのかな。駅からの初中見舞いはお花かな。今回はうまくいったのかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。